糸平味はアジカに属する沿岸性の海水魚である。生息域はインド洋と太平洋西部の熱帯、亜熱帯域に散在し、生息域の西部では南アフリカ、東部では日本やサモア、南部ではインドネシアといった国々で見られる。背びれの基部には特徴的な一連の黒い長方形の反転が存在する。かなり大型の種であり、最大で、 全長85センチメートル、体重2.6キログラムに達した記録がある。サンゴ礁や岩礁、湾、エスチアリーなどの浅い沿岸海域で見られ、主に小型の魚や、低性の甲殻類を捕食する。その他の生態や繁殖については、まだわかっていない。漁業においては、ほとんど重要性はないが、時々トロール漁などで混獲され、食用とされる。 鈴木木アジカの鎧アジ族に属する。本種はオランダの魚類学者、ピーター・ブリーカーによって、インドネシア、ジャワ島のジャカルタから得られた標本を、ホロタイプとして1851年に初めて記載された。彼は本種をカーニズ・ジネマと命名し、鎧アジ族に分類した。種商名は、ラテン語で、二を意味する、ィスと、ギリシャ語で、糸を意味する、ネマを合わせたもので、 本種のヒレの形態に由来する。現在でも主にこの鎧アジ族への分類が正当とみなされているが、後の学者の中には、銀亀アジ族やカリンジェクシース族といった他の族への分類を試みた者も,もいた。本種はまた、デイビッド・スター・ジョーダンとアルビン・シールによって1908年にケランクス・デアニとして再命名されている。この高校シノニムは後に、 国際動物命名規約に基づき開始の任務として無効とされている。このように何度もの再命名野族の移動を経ている同族多種と比べると本種の分類をめぐる歴史は比較的単純である。ただしカリンジェクシース族を採用している文献も2000年代に出版されたものを含めいくつか見られる。背びれが伸長することが本種の特徴である。 多くの同族多種と同様に強く側変した卵型の体型を持つ。大型の種であり、最大で全長 85cm、体重 2.6kg に達した記録がある。背側の輪郭はかなり膨らんでいる一方、腹側の輪郭はそれほど膨らんでいない。後部の輪郭はほぼ直線状になっている。体高が高く、体長の40%以上となっている。 背びれは二つの部分に分かれており、第一背びれは八トゲ、第二背びれは一トゲ、十七から十九何状である。第二背びれの突出部は伸長し、その長さは頭部長よりも長くなっている。尻びれには前方に二本の有利棘がある。有利棘を除くと尻びれは一トゲ、十五から十七何状。 本種の尻びれはそれほど伸長しないが、同族でよく似た天軸味の尻びれは伸長し、この点で両種を区別できる。細い小柄を持ち、尾ひれは深くに刺する。側線は前方で緩やかに湾曲し、直線部と曲線部の交点は第二背びれの第十から第十二南条の下部にある。側線曲線部は直線部よりわずかに長く、 60から63の鱗が存在する。一方で、側線直線部には0から6の鱗と、23から30の両鱗が存在する。胸部腹側は、腹機の視点から胸びれの規定部にかけて鱗がないが、稀に、その無鱗域が縦帯状の有鱗域で分断されることもある。両角には小さな歯からなる死列が存在し、その幅は、 前方で広くなる。またその他に、上顎外側には、比較的大型の歯が不規則に連続して存在する。大型個体では、この不規則の大型歯が下顎にも見られる。エラ歯数は24から28、椎骨数は24である。生きている時の体色は、背部で青緑色であり、腹部にかけて銀白色になっていく。 第2背びれの基部には一連の黒褐色で長方形のブチが存在し、後方にかけてそのブチは大きくなっていく。災害にも黒褐色でぼんやりとしたブチが存在する。第1背びれは青白色から薄黒い色であり、第2背びれの都市粒は薄黒く南上の端は黄色味を帯びる。尻びれの円は白青色である。尾ひれは常用で黄色味を帯びる一方端としたの、 先端では、青白色である。胸びれは透明で、腹気は白色から薄い黒色である。インドネシアのバリ島で釣り人によって釣り上げられた個体。インド洋と太平洋西部の熱帯、亜熱帯域に散在する分布域を持つ。分布の西源は、アフリカ東海岸で、南アフリカからタンザニアにかけて生息する。インド洋のより北部では、 インド、スリランカを除いて記録がない。太平洋では中国、韓国、東南アジア、インドネシア、フィリピンなどで見られる。生息域の東側では北は台湾や日本、南はトンガやサモアなど多くの小さな島々に生息する。日本では三重県以南の南日本、琉球列島で見られる。普通水深15メートル以下の沿岸海域に生息する。 岩礁や珊瑚礁の縁の急峻長けに沿って小型の群れを作り泳いでいるのが見られる。湾やエスチュアリーでも見られることがある。沈没船の周りでも見られることがあり、一つの研究によれば、本種は船が沈んでから初めて船内に侵入してきた魚のうちの一種であったという。本種の生態に関してはほとんど知られていない。単独、あるいは小型の群れで行動し、 小型の魚類や低性の甲殻類を捕食する肉食魚であることは分かっている。本種は生息域の全域において漁業における重要性はほとんど持たない。本格により漁獲されることがあるが、その取り扱いにおいては普通他のアジカ魚類と区別されない。しばしば底引きトロール網や様々な種類の零細漁業で漁獲される。日本では刺身やムニエル、塩焼きなどにされ、 食用魚として人気が高い。ありがとうございます。